白壁のうち小川私は学校にいるとき、今頃お母さんは何をなさっていらっしゃるだろうか、またおばあさんはどうしておいでになるだろうかと考えます。するとお家の様子がありありと目に映ります。ああ、お母さんはお洗濯をなさってもう終わった頃だ。今頃おばあさんは いつもの場所に座って、メガネをかけ、お仕事をなさっているだろう、と思いました。早くお家へ帰りたいと思っていたので、学校の終わったときは、本当に嬉しかったのです。帰りは大抵、お友達と一緒でした。町を出はずれたところに、お寺がありました。そのお寺の裏は、大きな暗い森になっていました。そこを過ぎると、もうあちらに、 私たちの村が見えます。そして、真っ先に目に入るのは、白壁のうちです。ああ、懐かしい白壁。そのうちが、私の生まれた家です。どこへ行った帰りでも、この白壁が目に入ると、私は、もうお家へ帰ったような気がしました。また後で遊ぼうね。お互いが別れるとき、こう言いました。道が、そこから、 二筋になっていました。私は小道を行きました。道の両側にカボチャ畑があって、黄色な花が咲いていました。クマバチが蜜を探しに花の中へ入ったり、出たりしていました。頭の上で日の光がキラキラとしたがあちらの青い空には白い入道雲がもくもくと出ていました。私は 赤いホウセカの咲いている裏口を入って、元気よく、ただいまと言いました。すると、優しい声で、おかえりなさいとお母さんが返事をなさいました。そして、ニコニコしながら出ていらっしゃったのは、おばあさんでありました。暑かったろう。さあ、早く顔を洗いなさい。とおっしゃって、帽子やカバンを運んでくださいました。晩方 私は往来ででお友達と遊んでいました。夕日が赤々と遠く白壁に映っていました。この時、包みを肩にかけた一人の旅人が通りかかり、疲れた様子で汗を拭きながら、ここから浜までまだだいぶありますか。今夜、船に乗ろうと思うのですが、と尋ねました。りりばかりあります。とと、私が答えると この道をまっすぐ行けばいいのですかと聞きました。そうです。突き当たったら右に行きます。ありがとうございます。と旅人は丁寧に頭を下げていきました。私は後ろ姿を見送り、どうか時間に間に合い無事に船に乗れますように、と旅人のために心から祈りました。